中塚正幸は、香川県高松市出身の元プロ野球選手、コーチ、監督、解説者。中学生時代は当主であったが、1961年に、PL 学園高校へ進学後は一類種に転校。同期には後に、プロで対戦する戸田義則がいた。2年時の1962年には、甲子園に春、夏連続出場をするが、 PL 学園が甲子園へ出場したのは、この年の選抜大会が初めてであった。春は松山商業との準々決勝で、山下律王の前に0から9というスコアで完封負け、夏も2回戦で、日本大学第3高校に敗れた。3年時の1963年にも春の選抜へ、同期のエース戸田を用し出場するが、北海との2回戦で、 吉沢マサルに抑えられた末に逆転負け。夏は大阪大会の決勝で和田徹保持を要する明星高校の前に本大会への連続出場を阻まれた。ちなみに同校は本大会でも優勝している。高校卒業後は1964年に中央大学へ進学し、一年次の同年春季から当と,と大学野球リーグで活躍。秋期では AS 高橋義正の下で優勝を経験し、チームが優勝を逃した3年時の1966年周期では、優勝した先週大学との対戦で9打席連続安打のリーグ記録を達成。首相を務めた4年時の1967年の春季ではチームを7期ぶりの優勝に導いたほか、打率385、13盗塁という好成績で MVP に選ばれた。 また、優勝によって出場した全日本大学野球選手権大会でもチームの大会初優勝に貢献し、第7回アジア野球選手権大会に日本代表の一員として参加すると代表チームを優勝に導いた。在学中はリーグ通算104試合出場、打率286、4本塁打、36打点を記録したほか、一塁手として、 ベストナインに3回選出された。大学の同期には宮本幸信がいて、1967年の春季には AS として貢献している。同年のドラフト2位で太陽ホエールズに入団。現役を引退するまで一貫して背番号2を着用した。1年目の1968年は25試合出場で打率。 262本類打5投塁をマークし、シーズン終盤の9月下旬以降は一類一種として8試合にスタメン出場。2年目の1969年には、開幕から小一類一種に定着すると123試合へ出場。リーグの最終規定打席に到達するとともに、リーグ12位の打率、275現役生活で、 唯一の二桁本塁打となる11本、7盗塁を記録。瞬足と強権を生かすべく、3年目の1970年から中堅守へ本格的に転校。この転校を機に一番打者へ起用されると、オールスターゲームにリーグの監督推薦選手として初出場。7月19日の第2戦では一番中堅守としてスタメンに起用され、1回表に全波先発。 田川六尾が投じた初級で先頭打者本塁打を放っている。1971年には7月28日の阪神戦第1打席から29日の同カード第3打席まで2試合に渡った8打席連続安打を記録。また、1970年から7度に渡ってシーズン2桁盗塁をマーク。1974年にはオールスターへ4年ぶりに出場したほか。 シーズン28投塁で投塁王のタイトルを獲得。1975年には2年連続オールスター出場を果たし、自己最多の35投塁を記録したが、大下武史にタイトルを奪われた。川崎を本拠地に使用していた太陽時代には、実動8シーズンのうち3シーズンで最終打率が290台に到達。 最終シーズンの1977年9月17日に中日戦で青山久人から千本安打を達成したものの打率3割の壁を越えられずにいた。チーム名を横浜対応ホエールズに改め、川崎より広い横浜スタジアムへ本拠地を移した1978年にはリーグ9位の打率。317と33歳にしてこの壁を初めて突破し、 1979年にはリーグ7位の打率306と2年連続で打率3割の実決入りを記録。1979年には4度目のオールスター、出場も果たしていたが、屋敷かなめの台頭などで1981年から出場機会を急速に減らした末に1982年限りで現役を引退。引退後は横浜対応で、 スカウト1軍守備、総類コーチ1軍打撃コーチ2軍監督を歴任。チーム名が横浜ベイスターズに改められた1993年からは、スカウトに復帰し、東都大学リーグを中心に関東、東海地方を担当。ドラフト会議に逆指名制度を導入することが決まった時期と復帰のタイミングが重なったことから、復帰後は、 当都の有望な選手をこの制度で入団させることに尽力。2002年のドラフトを経て入団した村田は、大学、社会人野球のトップレベルの選手に対する当時の特例措置で参加していた、同年の春季一軍キャンプで勢いの強い打球を連発していた姿を目撃したことから、右打者としては、後藤武都より、村田が、はるかに上と確信。 キャンプ終了後のスカウト会議で村田の獲得を図った結果、自由獲得枠を村田に適用することが決まった。村田自身も、この確信を裏付けるかのように、横浜入団後にチームばかりか、NPB を代表する長距離打者へ成長している。また、ナスノの獲得をめぐっては、日大の鈴木博式監督から門前払いを受けながらも、同部のグラウンドへ。 毎日のように通っていた。ナスノが後年10回したところによれば、NPB からは横浜以外にも7球団から良い条件を提示されていて、大学側は横浜以外の球団へ行かせようとしていた。ソフトバンクの担当スカウトからは特別な待遇を受けていたが、これで僕が横浜へ入団しなかったら中塚さんが報われないと思ったので、 ソフトバンクと横浜の間で最後まで迷いながらも横浜に行くことを決めたという。希望入団枠制度が廃止された2007年に横浜球団がなすのに支払った契約金や入団1年目の年俸が NPB の最高標準額や申し合わせ額を大幅に上回っていたことが発覚。秋の大学社会人ドラフト会議では千葉ロッテマリーンズを志望球団に挙げていた。 木村祐太に対して、横浜球団が三巡目で指名を強行した。木村のスカウティングを担当していた中塚は、指名後の入団交渉も任されたが、木村は入団を拒否する意思を示した上で、東京ガスに残留した。このような事態に対して、横浜球団は担当スカウトだった、中塚の責任を問う一方で、スカウト陣の若返りを決断。その結果、 中塚は、太陽の選手時代から40年にわたって、在籍してきた球団を、2007年のシーズン、終了後に退団。退団後の2008年からは一時、TBS ニュースバードの横浜ホームゲーム中継で、解説を担当。2012年には、BC リーグ、群馬ダイヤモンドペガサス育成総合コーチを務め、太陽 OB として、球団主催のイベントへ随時参加している。 現在は9回の第1戦から退いているが、スカウト時代の経験談やアマチュアの有望選手、ドラフト会議での上位指名選手に対する試験を各種メディアで披露している。ありがとうございます。